こんにちは。今日初めてのご来院ですね。はい、初めまして。私は患者さんの担当いたします、メロと申します。どうぞよろしくお願いいたします。昨日検査薬で陽性反応が出たんですね。それで今日もうちょっと詳しい検査をしてみたいということでいらっしゃったんですね。はい、それでは今日は病院の方の検査薬でも一度検査をしてみたいので、まずは尿検査をお願いしたいのと、それから今の子宮の状態をちょっとチェックしたいので、お腹をこんな感じでちょっと触らせてもらったりだとか、あとはそれからお腹の中の状態をしっかりとチェックしたいので超音波の検査をさせていただきますね。はい、少し緊張されてますか？そうですよね。すぐに終わりますからね。どうぞリラックスしてくださいね。はい、それではまずは尿検査からお願いしますね。こちらの検尿カップにですね、本当に少しで構わないので、一番下の目盛りまであれば検査可能ですので、こちらにお小水を取っていただいて、で、それが終わりましたら、お手洗いの奥の小窓を開けて置いといてくださいね。はい、それではよろしくお願いしますね。はい、お疲れ様でした。それでは検査に入る前に、まずは簡単な問診をしてもよろしいですか？はい、ちょっといくつか質問をしますね。中にはちょっと答えづらいこともあるかもしれないんですけど、できるだけで構わないので、はい、よろしくお願いしますね。まずは患者さんの最終月経が始まった日にちを教えてもらっていいですか？4週間前ですかね。うん、なるほど。4週前で、それからその後からこう不正出血があったりだとか、そういった感じのことはなかったですか？大丈夫ですね。はい、今回のこの妊娠に気づいた何かきっかけみたいなのがありますか？うん、ああ、ちょっと月経が遅れてるなと思って。なるほどなるほど。妊活とかされてたんですかね？ああ、そうなんですね。うん、基礎体温も測ってからよく頑張ってましたね。うん、そうなんですね。赤ちゃんが無事に来てくれて本当に良かったですね。うん、
まだこう食欲がなかったりだとか吐き気がしたりだとか、そういったいわゆる座りの具合とか大丈夫ですか？まだそういった症状は出ていないですかね？はい、わかりました。それではいろいろと触診したりだとかエコーをしたりとかで赤ちゃんが元気に育っていけるかなっていうのをちょっとチェックしてみましょうね。はい、じゃあまずはお腹から見せてもらいますので、そちらのベッドに仰向けになってお腹をちょっと出してもらってもいいですか？はい、手袋をはめますね。それではお腹を見ていきますね。ちょっとお膝を立てていただいていいですか？はい、いいですね。ではちょっとお腹に触っていきますね。優しく優しく触っていきますので安心してくださいね。こう今まで婦人科系の病気にかかったりだとかそういったことなかったですか？卵巣の腫だったりとか子宮内膜症だったりだとか大丈夫ですかね？はい、よかったです。大丈夫そうですね。眼検診とかも行ってましたか？よかったです。はい、いいですね。楽にしてくださいね。はい、今見させてもらった感じだと特に異常はなさそうな感じでしたね。これからどんどんこうお腹が大きくなってくると子宮の硬さというかね、そういったものも変わってくるので、チェックしていきましょうね。婦人科系の病歴もないということで安心しました。はい、最後に子宮がん検診を受けになったのはいつですか？去年受けられました？よかったです。異常はなかったですか？はい、それではですね、今度は経術エコーを取りたいのでちょっと嫌かもしれないんですけど、あちらの内診台に乗っていただいてよろしいですか？はい、下の方だけちょっと下着は外していただいてお願いしますね。はい、それではちょっとねこうこんな感じの棒状のプローブを差し込んで、でお腹の中の子宮の中の様子を撮らせてもらいますね。はい、少し痛いかもしれないんですけどできるだけ力を抜いて、ふーっと口で呼吸をしててくださいね。は
い、ではちょっと力を抜いててくださいね。失礼しますよ。痛かったらおっしゃってくださいね。はあ、うん、おめでとうございます。ちゃんとしっかりと赤ちゃんのお部屋ができてますよ。後では写真を見せますからね。ちょっとだけ頑張ってくださいね。ゆっくり口からふーっと息を吐いて、そうですね、もう一回ふーっと、とても上手ですよ。ですね。じゃあちょっとゼリーが気持ち悪いと思うので拭かせてもらいますね。じゃあちょっと失礼しますね。カーテンのところに濡れティッシュを置いてありますのでね、ぜひ使ってくださいね。はい、それではお着替えをしていただいて、また隣のドアから診察室にお願いしますね。はい、お疲れ様でした。それでは今撮ったエコーのお写真をお見せしながら、現在の赤ちゃんの状態と、それから今後についてをちょっとお話ししますね。それではまずですね、こちらのお写真を見ていただきたいんですけれども、今ここに黒い丸ができているの分かりますか？これがですね、胎嚢といって赤ちゃんのお部屋になってます。今この大きさからすると妊娠4週目というところですかね。妊娠5週半から6週目になると赤ちゃんの心臓も確認できるようになるのでね、今度はエコーで音を聞いてみると赤ちゃんの心臓の音も聞くことができますよ。はい、とっても感動すると思いますよ。なのでね、しっかりとちゃんと赤ちゃんのお部屋ができてました。おめでとうございます。とっても可愛いですよね。そしてですね、今のところ患者さんはつわりは出ていないっていうことなんですけれども、そうですね、だいたい早い方だと
妊娠5週目からちょっと気持ちが悪くなったりだとか、乗り物に酔いやすくなったりだとか、いろんなちょっと体調不良が出てこられる方いらっしゃるんですね。こればっかりは人によってつわりのひどさが違ってくるので一概には言えないんですけれども、もしお食事も取れなくって水分も取れなくってっていう風になったら、入院治療なんかもねしていただくことになりますので、もしそういったことがありましたら無理はしないですぐにお電話くださいね。はい。それから今お仕事はされてますか？ちょっとこう安定期に入るまでは座りのことだったりだとか、あとちょっとねこう重たいものを持ったりとかすると赤ちゃんにね負担がかかっちゃったりとかすることもあるので、なるべくはそういった体をよく使う仕事はできるだけちょっと他の方にやってもらうようにお願いしたいところですかね。はい。もし可能であればですけどね、なかなか難しいですよね。はい。何か心配なことはありますか？大丈夫ですか？またそしたらですね、今度は一応2週間後にもう一回受診していただいて、その時につわりの症状が出てないかとか、赤ちゃんが元気にしているかなっていうのをチェックしてみましょうね。はい。よろしければご主人も一緒に来ていただけると、エコーでねお腹の中で赤ちゃんがどん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 大きくなっていく姿見れますのでね、一緒に来ていただければいいなと思います。はい。それから今日のこのお写真は患者さんにお渡しするんですけれども、私他にもねたくさん可愛いお写真撮らせてもらってるので、当院の診察券の裏にQR コードがあるので、そちらを携帯でバシャッと撮ってもらって、ログインコードが出てくるんですけれども、そこに患者様の診察券番号を入れていただけると、診察中に撮ったお写真とかエコーのムービーなんかを確認してもらうことができますので、よろしければそちらもぜひご利用くださいね。はい。今日はしっかりお祝いしてくださいね。赤ちゃんが元気に生まれてきてくれるように一緒に頑張りましょうね。はい。もし何か不安なことがあったりしたらいつでもお電話くださいね。はい。それでは今日はお疲れ様でした。気をつけてお帰りくださいね。